皆さんおはようございます。人類の発生のね、起源というものはまちまちでしてね、いわゆる考古学的にはどういうか分かりませんけれども、まあ、心霊学的にね、研究している人にはもう、ね、100万台じゃなくて億台という人もあるわけですね。だからそれは年限というのはこれ分からないんでしてね、まあ未知数としまして、宇宙が始まりますね。宇宙は神の御心によって開いてきたわけですね。どんどんどんまだまだ開いてるわけですね。どんどんどん進化していくわけです。星がたくさんありますね。たくさん星がある。その星のなんて言いますか、あるグループを先に成長させる、またあるグループを成長させる、どん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 星も完全にだんだん完全になっていくわけですね。それで地球人類というものは今が完全になる時期になっているわけね。完全に神の御心を表す人間の世界になることになるわけです。で、急にこのところで、まあ、急速に進化してるんですが、その地球人類の前にね、他の星でもう完成した星が、まあ、たくさんあるわけです。ね。地球人類のもっと低い星もあるわけですね。で、順々になって今は地球の番なわけです。そこで、地球というものは現在になるまでにね、何遍も文化が栄えてね、もうアトランティス大陸なんていうのはありますね。ね。それなんでも文化は今のように栄えていた時があるんです。ね。それが、まあ、天変地異で崩れて、海底に沈んでしまって、また新しくやり直したり、ノアの箱舟なんてありますね。まあ、一回沈んだり、何遍もね、やって、まあ、六旅ということになってるね。六旅、こう、文化が盛ん、今ぐらい盛んになって、滅びてしまって、また盛んになって滅びてしまって、それを繰り返して六旅で、七旅目になるわけね、今。で、七光っていうんですね。七光の、今、七光を迎えているわけです。六光が終わるのと七光始まるのは同時ですからね。それで、七光で初めて完全になるわけなんですね。そういうふうに神様の時は作られてるんです。そこで、年限というのは、現れた、いわゆる一つの文明文化の栄えた人類の滅びた年限と、それから前に栄えて滅びた、また前に行って、ずっと遡ると何億年か分かんないわけなんですね。それは学問的に分かってないんです。ね。霊学的にきっちり分からないんです。そこで、地球世界はどういうふうにして初めに人類ができたかというと、まあ、類人猿ですね。猿から進化して類人猿みたいになっていくんですね。それはどうしてそうなるかというと、初め網目からずっと魚になったりなんかしてこう、進化してます。それは確かにダーウィンの進化論の通りなの。肉体の方はダーウィンの進化論のように進化していくわけですね。ただそれは間違いじゃないわけです。ところが、ダーウィンの進化論というのはただ肉体の面だけを思って見てるわけね。だから霊なる世界、ね。霊的な、いわゆる精神的な進化っていうものは、ただ肉体が進化しただけで進化していくわけじゃなくてね。先の先輩星の、まあ、例えば金星が金星としますね。そこから天下ってきてね。初めに天下ってきた、要するに天孫降臨って言いますね。天孫降臨っていうような民族ですね。天下ったもう完全になった人たちが降りてきて、それは先輩になって、この座るからね、こう、進化して、どんどん進化していきます。類人猿ですね。類人猿の中に、また一つの魂、もっと進化しない魂、世界の、星の世界からも来て、それで、入ってね、この中に入って、霊魂が入るわけですね。で人類の霊魂が、まあ、猿っていうか、類人猿の中にこう入るんですよ。それで、こう、中から精神的に進化させていく。だから、これだけじゃ足りないんですね。そこで、天孫降臨のような民族がね、いわゆる完全なる、完成した人類が降りてきて、これを指導しながら、人類の進化を図ったわけですね、精神的な進化をね。片っぽでは、自然っていうことはないけども、神々がやるんですが、物質的な人間ですね、肉体の人間の進化を図ってくださっている。それから中身としては、先輩の、いわゆる完成した人間が指導しながら、中身の進化を図っている。両方から進化を促進させている。精神的な進化と、それから肉体的な進化と別々に、ね、別々で神々によってこう、習っているわけですね。それを指導するのは、天から来た、いわゆる、天孫降臨の民族が指導したわけです。ところが指導しているのは人数が少ないわけですね。それでこちらはどん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 進んで増えていくわけです。肉体の人間の方はね。ですから、人間が肉体人間である。要するに動物から進化した人間であるっていう意識の方が強いね。強い意識ですね。その方が強く広がっていくわけですよね。そこでいつの間にか肉体人間というね。人間は動物の進化したものである肉体な人間なんだっていうふうに、だん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 そう思ってしまったわけですね。肉体の波動が強いわけですね。で、少数の、いわゆる、天孫降臨の少数の指導者たちが、まあ、仏菩薩になって、いろいろね、ある時にはお釈迦様として現れ、あるいはイエス・キリストと現れ、
浪士として現れていろいろと非道するんですね。非道するけども、それはまあ価値はあるんですよ。大きな価値があるけども、肉体の人間の方の思いの方が強くって、ね、その思うままにはまだなかなかなってない、ね、で現在までまだなかなかなってないわけですね。しかし片一方では科学者としてね、科学者という科学の方の知恵を持った、要するに宇宙人ですね、が来ていろいろと指導したり、知らないうちにこう指導されて、インスピレーションみたいな格好でもっていろんな発明やなんかされて、だん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 科学が進展してきたわけですね。それで今はどういう時になるかというと、ある星が、地球なら地球に対して、太陽が地球にの恩人ですわね。太陽がなきゃ地球が育ちません。それと同じように目に見えない星の力がね、星の力が地球をこう指導している、指導星っていうのがあるんですね。それがある年限年限で変わってくる。それ1項2項っていうのは、その大きく変わる場合に一つの項っていうのになって、ね、この指導している星が今度は違う星にバトンを渡す。そういう時に項1項になるわけなのね。それが今度は7体目で今度はもう変わっちゃってるんですね、指導星が。そうするとそこで急激にね、今までの波動と違った波動界が形成されて作られていくわけですね。だからこの 何十年何百年、何百年までいかなくてもね、何十年っていうもの、ね、100年200年っていうものはすごい進化でね、すごい急速な進化を遂げていくわけです、ね、その第一番として科学が非常に発達してきてますね。しかしこういう科学ではなくてね、今の宗教でなくてね、もうとてつもないね、この大変化が起こるんですよ、ね、そういう時は今来てるわけです。それでこの世界が続いていくと、ね、やがて、地球界が本当の完全なね、いわゆる金星のような形の、いわゆる、神人といいますかね、神の子の姿がそのまま現れてくる時がやがて来るんですね。で今は家庭なんです。家庭だけどなんとなくもうその新しい世界が来るなっていうことは、世界中にね、世界中の人の心がなんか新しい世界が来るな、もう滅亡か、ね、神聖か、これはこのまま滅びてしまうか、新しく生まれ変わるか、どっかしなきゃならないんだ、そうだっていうような感じがなんとなくね、世界中に響き渡ってるんですよ。滅亡者なんかもこのままできば滅亡者、ね、このまま今のままでやったんじゃ滅亡するんだ、だから滅亡するか、あるいは全く新しい、要するに救世主が現れてね、それでパーッと世界中を良くするかというふうに、まあみんな考えてるわけね。救世主待望の、まあキリストの頃からそうですね、もう救世主が現れる、で救世主が必ず救うんだという形になってるわけですね。ところがその救世主というのは一体どういうものかというとね、それは人間の肉体の人間のみを指すんじゃないんですね。その仕事ですね、そのあり方、いわゆるそれで私は救世の大光明って言わんね。それでそれを救世の大光明を受けて、ね、人類の要するに進化にね、貢献している人はみんな救世主なんですよね。一つの救世主が現れるって形じゃなくて、あらゆる人が救世主の姿を表すという、そういう考えを私は持ってるわけですね。そこで救世の大光明を中心にして、救世の大光明によって育まれていく知恵やね、能力がこの地球界に働いてね、やがて世界が平和になっていくわけです。でその一つとして、いや私たちは宇宙史波動学っていうのをやってますね。宇宙史波動生命物理学でやってます、ね、それは宗教精神から生まれたもう偉大なる科学なんです。これはね、それがやがて完成される。また他の人もいろいろとやるでしょうしね、宗教も本当の宗教が完成される。それでやがて宗教と科学が十字交差のになってぐる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 回るわけですね。それで完全な世界ができるんですよね。その完全な世界が今これからできる、まあ、できつつあるわけね。だから今世紀において、今世紀か来世紀か、とにかく、ね、完全なものができるんです。ね。ただ、だから、ただ単なる一人の救世主が現れて、パーッと、ってやったら身の回りも良くなって、そんなね、夢のような、ね、宗教物語じゃないんですよ。みんなが働くんです。みんなが救世主になったら、ね。いうことを私はもう、はっきり知ってるんですよね。それで私は今、ここで中心になってますかね。で、他にも中心になってやってる人もあるかもしれない。ね、だからやがてはみんなが協力して世界が平和になっていくんですよ。ただ単にどこに生まれた人がパーッと救世主になって、それで世界が平和になった、そんなね、夢物語のようなことを考えちゃダメですけどね。そういうことを考えている人ずいぶんあります、ね、予言もしている人はありますが、そんなんじゃありません。みんなが救世主になるんだから、ね、そういう時代なんですよ。そういうことです。ありがとうございました。